ベスペは第二次世界大戦中にドイツで開発された自走砲である。通合戦車の車台 20.5cm レフ18、榴弾砲を搭載したものである。別名として、通合戦車車台上の18、新潟系、野戦榴弾砲がある。正式番号 SDKFZ124。1940年、フランスでの戦いの間、 通号戦車は主力戦車として使われたが、決して戦力として有効とは言えなかった。機械的信頼性は優れていたものの、武装と走行が貧弱すぎたためである。したがって当初より想定されていた主力戦車であるスリー号戦車が到着するにつれ、前線から離された通号戦車の車台を流用して自走砲に改装しようという選択は自然なものであった。 対ソビエトとの戦争の初戦、スターリングラード戦の戦訓として、ドイツ陸軍は、戦車の能力、数量の不足、大口径の方の車載化の必要性を痛感した。その結果として、1943年は、ドイツ陸軍の兵器に一大変革をもたらした年で、あり、次期主力戦車となる部員号戦車に止まらず多くの、自走砲、突撃砲が生み出された。当自走砲も、 その一環として生み出されたものである。このサイズの方が、後に、方合戦車を主体とする、様々な自走法として量産化されなかったことから、考えても、この車体とのバランスは最適であり、ドイツはこの車両を大量に生産することとなる。1943年6月か7月に、モルトリー付近で撃破されたベスペ・ベスペは、1943年の東部戦線で、 初めて実戦使用され、優れた兵器であることが証明された。気を良くしたアドルフ・ヒトラーは、通合戦車の生産すべてをベスペに回すよう指示を出すほどだった。ベスペは、より大型の自走榴弾砲であるフーンメルと共に、飛行手段内の装甲砲兵大隊で運用された。ベスペの回収ラインは1943年2月から1944年中頃まで、すなわち、 ソ連軍が工場のあったポーランドを占領するまで稼働し続けた。合計で662両が製造され、それとは別に武装を持たない弾薬運搬車158両が製造された。ありがとうございます。